こんばんは。ここが群馬県庁所在地高崎です。後ろにありますのが JR 東日本高崎駅西口、この大きなビル、駅ビルがモントレーです。国鉄時代の終わりだから JR の初めぐらいだかにですね、作り始めて、そして今でもずっと続いている、便利な、なかなかいろいろ入っててね、しっかりしている駅ビルです。電車でもね、あの紫色の電車があって、モントレー色とか言ってたら、まあいいや、あの電車チャンネルじゃありませんのでね、本当はあの明日の朝から動画を撮り始めようと思ったんですが、夜のうちに動画撮影を始めたのは、やっぱり、ね、夜の方が街がどの程度都会であるかということが、あの分かりやすいかなと思いましたね。その明かりの数とかで、まあ、朝はもういいんですが、あのやっぱ夜の景色も映しておくべきだろうと思って、夜に挨拶をするとしたわけです。本日は2019年の5月の8日水曜日で、動画は5月9日に主に撮ることになります。高崎の主だった観光地、例えばダルマ寺、少林山ダルマ寺あるのね、文具茶釜のあるところはちょっと高崎とは言い難いのかな、まあ、ちょっとまだねどこ行くかそんなに考えてないんですが、明日の動画を楽しみに。県内第2の都市と県庁所在地の町がですね、仲が悪い、なんか対立するみたいな話はよく聞くところでして、有名なのでは長野県長野市と松本市、青森県青森市と弘前市などがあるんですが、群馬県の事情は私わからないんですけれど、下手に魚ですることがないといいなと思うんですが、魚でというかね、失礼に当たるようなことないといいなと思うんですけど、あの高崎と県庁所在地の前橋と比べると、駅前では高崎市、高崎の方が大変立派に感じますね。今日泊まるホテルはセントラルホテル高崎です。宇都宮とか水戸と比べるとね、ホテルが全般的に高いというか、なんかあの質もその分高いんだと思うんですけど、まあ、安く泊まるのは高崎の方が難しいのかなという印象はあります。所詮印象に過ぎないのかもしれませんけどね、東京からアクセスは、高崎線で2時間、新幹線ですと、まあ、東京駅から、1時間、大体それぐらいでして、東京とかに住んでいると高崎に泊まっていることはそんなにないかもしれませんね。あの今調べたところですね、高崎市と前橋市では高崎市の方が人口は多いんですが、人口密度では前橋市が高く、ただし前橋市の人口は減少傾向であり、高崎市の人口は増加傾向にあるということです。21回でございます。日付が変わって翌日5月の9日です。上がってきたここは高崎市役所、あっちに高崎駅があって、その正面の通りをこっちへまっすぐ歩いてきました。これ昨日ご紹介したモントレー高崎駅の西口です。縄文三山が見渡せる素晴らしい無料の展望台です。向こうに見てるあれは赤城山と私はずっと言っていたんですが、あれは赤城山とそういうふうに呼ぶんだそうです。手前に高い建物が建っているあの辺りが前橋市、そして、左側に目を向けると、これ縄文三山ではありませんが、多分あれそうだと思うんですけどね、多分ですが新潟との県境を隔てる谷川岳、その左側これじゃないかな、これで合ってるわ、これは榛名山。榛名山は伊香保温泉に行くと目の前に見える大きな山です。そしてまたさらに左手、あちらは長野県ですが、それも見えています。特急新幹線の名前でも有名な浅間山、たびたび噴火をします。そしてこれもまた縄文三山の一つ、でこぼこした形が面白い妙義山、手前側には薄井川と烏川が合流しているそんな場所も見えます。またこの高崎市役所はもともと高崎城お城のあったところでして、そこにちょうどねこう木が茂っていて、ちょうど新緑青葉が美しい時期ですが、ここでこうカクッと曲がっている、まあ、昔のこうお城のこう縁のところだったのかなと思います。そこにあのこうね水路みたいなのも流れてまして、おそらくはお堀の跡です。またその妙義山の手前、白い高崎観音があります。高崎のシンボルとされている大きな観音像です。交通の要衝として知られる高崎からは上越新幹線と北陸新幹線が出ていて、新潟方面と長野金沢方面との分岐点にもなっています。ちょうどその分岐をしている様子もここからはっきりと確認できます。でこれがその高崎市役所です。上まで高く立派な建物ですね。なんか歩いてたらね、自転車であのイヤホンでそれやって大丈夫なのかなと思ったんですけど、イヤホンで背広チャンネルの話聞きながら走ってる人がいてね、それ「ああ今聞いてたんですよ」とか言って、あのちょうど再生してる画面を私見せてくれて嬉しいことなんですが、まあ、これ多分お堀の跡でしょうね。
あそここれ県庁ね、まあ、県庁じゃない、間違い県庁とかでも前橋の人が怒りますね。前橋に県庁はあるんですが、あれは市役所ですが、市役所とかね、それから県庁とかそういった建物は大体昔明治時代くらいまで政治の中心だったようなところ、お城の跡とかね、なんか奉行所の跡とか大体なんかそういうところにあるんですよね。高崎からちょっとだけ電車に乗ります。23分発の横川行き、あと2分かな。せっかくなんで一つだけ面白い話をしとこうかなと思います。ここの駅は群馬八幡というんですが、JR の駅は基本的に全国で同じ駅の漢字がですね、被らないようになってるんです。で、福岡県北九州市、八幡製鉄所のある北九州市に八幡駅というのがあるので、同じ漢字を書くので、駅と駅では名前が被ると良くないということで、頭に群馬とつけています。結構そういう例は多くあるんですね。で、それだけだったら、ああ、なるほど、そうかそうかで済むと思うんですが、実はその命名ルールはですね、基本的に旧国名を頭につけることになっています。これ群馬県だから群馬なんじゃなくて、本当であればここは、神津とかね、こう上野と書いて神津八幡とかそういう風に書くべきなのかなと思います。実際に、例えば千葉県に上総一宮という駅があります。まあ本当は一宮なんですが、他にも一宮がいっぱいあるので尾張一宮もありますよね、名古屋にね。だからそれで、被らないようにということで旧国名を取っているわけです。武蔵小杉というのもありますが、石川県に小杉駅がありますので被らないように武蔵小杉となっています。じゃあなんでこれ、神津八幡じゃなくて群馬八幡なのかというと、これはつまりですね、神津は上野という漢字を書くと、もうそれは東京都台東区の上野駅と非常に、紛らわしくなるのでそれは良くないということで、群馬県だけは特例として、上野神津と書く、旧国名の名前を冠するということをしないようになっているそうです。高崎駅から2駅4分群馬八幡駅で降りました。で、この群馬八幡駅で降りたのは高崎駅の駅弁屋さん高弁で買ったんですけどね、これだるま弁当ですが、この近くに高崎を代表する有名なお寺、少林山だるま寺というのがあります。古仙橋からまたまっすぐ見たところ、左前方にさっきとは見え方の違う妙義山、右手には浅間山、そしてこちらは榛名山。どこから見ても素晴らしい山に囲まれて群馬はそれだけで美しいところです。ちなみにあの榛名山なんですが、前は榛名町という自治体だったわけですけれど、今はですね、大合併をしまして、榛名山のところまで全部高崎市になっています。驚くべきことですけど、バスで1時間半ぐらい榛名湖の上のあたりまで行くにはかかるわけですが、私もね、榛名町時代だったと思うんだけど、違ったかな、小学校の時にね、移動教室で行ったことがありますけど、あそこまで全部高崎なのか。だから高崎市って相当面積が広いんですね。群馬八幡駅からだるま寺まではだいたい歩いて20分ぐらいですが、まあ、実は高崎駅からもね、そんなに高くない、街中を走るようなバスが出ておりまして、で、だるま寺行くだけだったら新越線を使わなくても普通にバスで行った方が楽かと思います。じゃあなんでわざわざ電車で来て20分も歩いてるのか、まあ、歩くのが好きだからってのもあるんですが、その道中に結構だるま屋さんというのかな、だるま工房というのか、そういったようなものが多く見られるって話だったんでね、まあ、私もだるま寺に行ったことはこれまでありませんが、なるほど、確かにあります。今なんか営業してないみたいですけど、だるまのふるさと大門屋って書いてあって、見るとですね、ここにこう作りかけのだるまがいっぱいあるんですね。で、どうも何かこうだるまの赤とおそらくは関係するであろう赤い塗装がこうね、地面にべったりとついています。あそこにちゃんと塗ったやつもあるわ。これ多分見えるように置いてるから写真とか撮ってもそんな怒られたりとかしないと思うんですけど、これから色付けをするんですね。これ知らなかった。だるまの絵付け体験とかそんな風なことも向こうに書いてありますよ。多分そういう体験施設みたいな風な使い方もできるんでしょう。そしてここが江戸時代から続く重要な五街道の一つ、中山道。日本橋から、高崎、そして、まあ、軽井沢を通り、その後中央本線のルートに出て、最後は、草津で合流をするんだったかな、そういう重要な街道です。だから自動車も多く賑わっています。薄井川の橋のたもとのところにもこういう風にだるまで、だるまというのはもともと中国発祥のものらしくて、別に、高崎が発祥というわけではないんですが、なぜそれが高崎の名物になっているのかというと、それがあちらに見えている浅間山が関係しています。江戸時代の中頃、浅間山が大噴火しまして、火山灰が広く、あちこちに飛んでいき、日照時間が短くなり、そして、もう全く作物が育たないということになってしまったそうです。そして天明の大飢饉が起こりました。多分中学か高校の日本史の授業で習ったんじゃないのかなと思うんですが、もう相当ですね、今までの歴史の中でもかなりひどい飢餓だったそうで、何万人も日本中で亡くなったそうです。
でこの近くはね当然浅間山から近いわけですから、特にその被害は大きいです。じゃあそのため、もうどうしようもなく食べていけなくなった農民たちにどうするか、だるま寺の和尚さんが考えまして、そうかじゃあだるまを作ることをみんなに教えようと言ってですね、それで、いろいろと広まりこの辺りの名物になったんだそうです。しかしこの薄い川から見る山の景色はすごいですね。あっちの春名山何度見ても飽きません。もうこの辺りねずっとあちこち歩き回ってるわけですが、素晴らしい山に囲まれてますから、時間が過ぎるのも随分早く感じます。谷川だけも彼方に白く霞んで見えているし、向こうにもまた赤城山もあります。さっきの展望台がちょっと垂直に下に降りたような感じですかね。あでも福だるま発祥の寺って書いてあるな。多分あれなんでしょうね、こういわゆるだるま文化みたいなのを始めたのはおそらくそれはここなんでしょうね。思ったより道のりが急だったな。でもだるまを抜きにしてもかなり雰囲気のいいお寺ですね。拝観料とかかかるんじゃないのかなと思ったんですが、どうもかからなさそうです。ちょうど今春の一番美しい時期に来ることができたかな。すごいな、熱いお茶、冷たい水があります。中でゆっくりお休みください、だってそんなものまで出してくれてるんだな。本当はすぐに帰ってしまおうかなと思ったんですが、いいところなのでちょっとしばらく滞在して高崎に戻った後次の目的地へ行こうと思いましたが、タクシーに乗って行ってしまうと思います。鯉がパクパク餌をくれると言っています。思うに宗教施設っていうのはやっぱり立派である必要があるのかなって気がしますね。すごいな、立派だな、いいところだなと、そういう感動が、信仰の心の一番初めをつかむんじゃないですかね。だからこういうふうなこう立派なバーンとしたもの、インパクトのあるもの、もしくは心が安らぐもの、まあ、そこに仏教の世界とかが現れていると、自分の心もまた仏教に染み渡りやすくなるんだろうなと、まあ、なんかそんな気がしますね。すごいですもんね、本当に。あやめかな、これは何ですかね、私わかんないんですけど、いろんな綺麗なお花が咲いてて、これだけでも十分満足です。ここがだるま寺であるということを忘れそうです。あ、すごいこんなにか。横に回ったらもっとすごかったな、すごい数だ。これはいろんな人がお願い事をして、だるまって言ったらね、あの目を一つ入れてお願い事をするわけですが、その後願い事が叶ったらもう一つ入れるわけですよね。だからこれ見てみると、こうあのちぐはぐになってるような顔とかありますが、まあそれは問題ないわけですけれど、これ多分あれですね、いろんな人がこうお願い事をしたのが叶ったからここにお礼で納めに来たんだろうな。これだけの願い事が叶ったってことですか。すごいな、特殊犯捜査係だって、群馬県警とかですかね。で特殊犯は捕まったっていうことかな、目が2つついています。いや嬉しいことですね。合格をお願いしただるま、小さいだるまもたくさん並んでいます。いや小さくないんですけどね、かなり大きいんですけど、巨大なだるまがたくさんあるので小さいだるまに見えてしまうということです。で偉いですね、合格した人は自分の努力によって合格したのももちろんあるでしょうけれど、だるまさんにお願いして、そしてそれを叶えていただいたと、心身深くね、わざわざもう一個丸をつけてちゃんとここへ持ってきてるわけですから、いや本当に見上げるべき、心身深さです。見ていると必ずしも群馬県の場所ばかりではなくてね、群馬銀行とかが多いですが、一方で空町っていうのはスカイツリーの空町ですかね、それからなんとか東京支店、長岡営業所、かなりあちこちからやってきているのが分かります。だるまには手足がありません。でこれなんでないのかなと思って調べたら、もともとだるま大師という人がいたらしいのですが、その人が、何年間もずっと座禅を続けた結果、手も足も腐ってもう使い物にならなくなったか取れてしまったかしたんだそうです。そのだるま大師の、手足がなくなってしまった様を、まあ、それを像にして、それがだるまというものになったんだそうですが、ちょっとねなんか痛々しいみたいなイメージもある一方で、まあ、それだけの、心身深さ、忍耐強さ、それを発揮したことの表れということでもあるわけですね。もともとの像は中国で始まったものですが、この姿のだるまは、日本の鎌倉時代に起こったんだそうです。
なんか本堂の裏側の方がすごいな、もう置ききれなくなっているように見えますけど、置ききれなくなっているのか、まあ、こういう風に置いているのか分かりませんが、でここで買っただるまを、あっちに、ね、納めるところがあるんですが、納めて、そうするとこのお寺で並べてくれる、まあ、多分そういう仕組みになっているんだと思われます。じゃあここにこんなとこがありますんで、腰掛けて朝ごはんとも昼ごはんとも言えぬようなものを食べることにしますかね。高崎名物だるま弁当ですね。これ昔のだるま弁当はあの陶器だったらしいんですが、今はプラスチックです。で、なんかプレミアムだるま弁当みたいなものも最近ありまして、それはあのこう陶器製なんですが、まあ、ただね陶器製だとやっぱこう捨てがたいので家に持って帰ったりしてあの溜まってしまうから、まあ私はこのプラスチックの方にしています。だるま弁当は地味豊かな山の幸や数々の原材料を、これなんていうもんでしたっけ、忘れちゃった、この、なんとか、ふしゃ料理でしたっけ、まあ、あの精進料理風に調理し、って言ってもあの中にはあの普通に鶏肉とか入ってるんで精進料理ではないんですが、だるま型の容器に盛り付けたものです。感が静寂な境地でというのかな、禅の心と季節の味覚を楽しむ、フチャー料理だかフサ料理だか忘れましたがの、深い味わいを存分にお召し上がりください。思い思いの願いを込めて左の目向かって右を入れ、叶うと右の目を入れるという習わしは、習わしの開運縁起のだるまはお召し上がりなと貯金箱や壁飾りとしてもご利用いただけます。電子レンジでの加熱はダメです。群馬県は峠の釜飯とだるま弁当と2つの名物弁当がありますが、まあ、他にも鳥べ鳥飯弁当とかね、本当にたくさんあの名物があってどれも美味しいので、駅弁はもう毎回毎回悩む、それもね、群馬の醍醐味かなと思います。でもやっぱりここに来てこれを見ながら食べるなら絶対これですよね。高崎線の特急でよく売ってましたが今は車内販売でも取り扱わなくなっちゃったのかな。うん、なかなか美味しそうだよなこれね。ところがなんかあの近くに蜂の巣かなんかあるみたいで、ね、蜂がブンブン寄ってきたら刺されたらたまりませんので、しょうがないここで立ちながら食べることにしよう。まあそれはそれでいいわ、もっと近くで見ながら食べられますからね。ちょうど弁当を食べ終わって、また人も増えてきたんで、まあ戻るのにはいい頃合いかなと思いますが、降りるところでもねまた春菜さんと、それからこっちあんまり見えづらいですが、まあその雰囲気はよくわかります。赤城山、それ2つが見送ってくれます。本当にいいお宝でしたね。お賽銭も結構入れてきました。もうあの自主的に入れたくなるほどの、いいところでしたよ。じゃあのタクシーを呼んどきましたんでね、タクシーで多分ね2000円ぐらいはかからないと思います。次の目的地が、さっき一番上の、市役所のところから見ました高崎観音です。基本的にバスで高崎駅まで出て、そこからまた別のところへまた別のバスに乗り換えていくというのが、まあ、高崎の観光の普通のやり方なのかなと思うんですが、まあ、残念ながらバスの本数はそれほど多くなくてですね、このだるま寺の方に来るバスについては2時間から3時間に1本程度ということなので、まあ、本数の便利を意識するのであればやはり信越線の、群馬なんだっけ、群馬八幡駅か、そこから来るべきです。